両翼包囲の典型であるカンナエの戦い、カルタゴ軍翼端の騎兵がローマ軍翼端騎兵を撃破。その後、カルタゴ不評も左右からローマ軍主力を包囲しつつある。翼包囲とは陸戦の戦術の一種で自軍の部隊の内左右に展開した一部を退治する敵軍の側面から回り込むように起動させ、中央の部隊と協力して他方面から攻撃することである。 野戦において行われる。特に左右から同時に部隊を移動させて挟み込むように包囲する場合を両翼包囲と呼ぶ。対して左右いずれかの翼端のみから部隊を回り込ませることは変翼包囲、一翼包囲、半包囲と呼ばれる。翼包囲が成功した場合、敵軍を他方面から特に弱点である側面や後方から攻撃することができ有利となる。 全州包囲に成功した場合、敵軍の退却を阻止して全滅的な損害を与えることも可能である。もっとも、全州包囲は敵軍の必死の抵抗を誘ってしまう恐れもあるので、あえて退路は残す程度の包囲を狙うこともある。古くから海戦における戦術として用いられてきた。紀元前3世紀のカンナの戦いでは、ハンニバル率いるカルタゴ軍が両翼包囲を成功させ、 全州包囲で、ローマ軍を殲滅した。日本の戦国時代でも、翼包囲を意図した陣形である核翼の陣がしばしば用いられた。翼包囲による攻撃を受けそうになったがあの、対抗策としては、自軍も左右に部隊を展開させて、回り込もうとする相手方の翼を阻止する方法や、一点を集中攻撃して、包囲陣形を攻め破る方法などがある。 回り込まれそうな側の翼を後方に折れ曲がるように配置したり、斜めに交代させて配置したりすることで、側面の防御力を高め、方位軌道を行おうとする相手方の翼部隊に逆襲する方法も考案された。ありがとうございます。